ちょっと俺こっちから。こっちから。もう練習なしで。もう一発、一発。できるんかな。どうも、サンキュー高杉です。今日は、アイビッシュドズーキ購入したばかりなんですけど、これで一曲やりたいと思います。歌は、何やったかな。歌の名前は、濡れた瞳が、濡れたまつげが乾くまでです。聴いてください。ちょっと待ってね。で、この間ひどたじゃん。そうそうそう。で、F とあれしかないってじゃん。そうそうそう。で、F と。で、これは大丈夫なのか。でもね。それ、外れなの。うん、あ、大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。ギュッと押し込んだ。なんか、もう中に弱くなってたね。これ、乱視でね、ね、多分、乱視がひどなったら。光ってるのまだね。今日も飯が おかしかったもん。老眼鏡だったら。あなたの波にさらわれそう。私の恋は小舟のバチバチバチ。下手くそやな。これ上からこの弦を押さえてんの。どれここを押さえてる。そう、最初押さえてなかったら D ね。D がやっぱり押さえた方が音が。ああ、音がね、ね、ね、曲に合ってますもんね。そうそう、これ、これね、ただなんか音が雑い。前はそうやってたじゃんね、一個で押さえとって。そうそう、前はね、もうこうやったらもう指がプッて何気なく押さえれるようになって。あ、でも出だしの時いい音やったね。ね、新鮮な感じ。まあ、そう、何とも言えん音でしょ。そう、何とも言えん、なんか新鮮な感じ。もっと古風弦じゃないですかね、なんか一
ゼロンとか入ってるのか。ええ、同じような取れ物ですね。同じような取れ物だからちょっとこう日本の楽器ではないような。ああ、そうですね。ちょっと民族、そう、民族っぽいね、うん、なんかトルコかイランかみたいな。そうそうそう、なんかそんな感じの。え、昔あった12弦なんかあれは音違うんですか。音が上じゃないですかね、12弦。あ、そうなんですかね。音差が違うかなんかで。違うかね、多分オクターブ。あれはもう倍音ですよ、倍音。一時流行りましたもんね。うん、取れてんのかな、いいぜ。取れてなかった。ちんぺいちゃんが読むとか、谷村氏。あ、谷村さん。昔ね、あの12弦ね。12弦。うわ。あ、で、ベイアンもあれ使っとったわ、確か。あ、あの人らモーリスから。うわ、アイリッシュブルー。全然楽器が映ってない。ギター弾いてるみたいな。